やるかい。やるとするかい。よし、高ぶってきたな。それで今高ぶってる、高ぶってるか、ちょっとやるわ。もうここで俺はこのテンションで一気に終わらせるもん。よろしいぞ。まあ、しょっぱなからだな。割と高まってるな。いい感じじゃねえか。いい感じじゃねえか、これは。おい。よろしいぞ。で、まあ前回あれだからな。まあ喋りまくったら、なんか喋りまくったらもしかしたら結構まあ感覚派で、感覚派でうんこ投げるから、それでもうまくいくっていう、そういう、あれになったから、まあそれでまあ、まあそういう方面でいければいいかなって感じですけど。よーし、早えな。早えな。ちょっと高まってんだよな、今。ちょっとまあ、試練やって、<笑>試練やって、あまりにもひどい負け方をしたから、ちょっと気が高ぶってんだよな、今。という感じだな。まあ基本的には。まあでもまあ結構まあ割と、悪くないんじゃないか、とりあえずは。流れ的にはあれだな。なんかちょっと勢いはあるな。 まあ、勢いあるからこのまま一気に攻めていきたいところなんだが、まあ、それがどうなるか、ちょっとまあ、わかんねえな。まあ、ちょっとまあ、それ実験使うわ。いけるかどうかってことを俺は実験しながらやっていく。バカ野郎が。ハゲチャピンが、ハゲチャピンってどこのことだ<笑>俺は昔から言ってる気がするけどさ。<笑>あ、どこで聞いたんだろう、ハゲチャピンってな。誰かが言ったのか。いや、相当昔から聞いとったんだぞ。バカ野郎が。ふら。 ペペペペ。上がってこいや。お前ら全員ホテルババンバンに連行してっから。覚悟しとけよ、お前。お前ら。絶対許さないからな。よーし、まあまあ、あれだな。最初は悪くねえな。まあちょっと死にかけたけど、まあ死にかけとけど悪くはないな。生きてるんだよ。生きてるんだよ、俺たちはよ。俺と生きて、いくからさ、素晴らしいからやろ。ダブルチ、ダブルチ、久しぶりに成功したな。よーし。からの、ドン、ドン、ドン。 どんどんドンがいかないわけで、まあ、どんどんがいったから OK。よーし。で、お、お、どうよ。なんか勢いない。なんか動きに勢いがあるでしょ、ちょっと。<笑>なんか、いい感じのあれじゃないか。ちょっと来てんじゃないか、ちょっと。かといって、俺はそこで油断はしない。慢心は許されないぞ。いかにそこで冷静さと、冷静さと情熱さと、感覚と、 感覚と論理すべて駆使していこうよ。まあ、感覚、感覚が重要だけどな。問題はない、問題はない、問題はない、問題はない。よし、OK。倒せ。倒せなったら OK。倒せなったら次倒せばいい。倒せないなら次倒せばいい。バカ野郎どもが。黙らー。散々すっこでやってくるなってよ。ふっ。よし。これはダメだな。からの、 無駄だ。ちょっとでかけようかな。ちょっと高ぶってきたからなんかもう出かけてんなっつったな。気持ち的には。もう失踪したよ。夜中にどっかのなんか山登ってなんか、その名も失踪みたいな。そのまま地面に埋まってもあの、あれだ。寝るわ。<笑>いい感じだろ。なかなかいいあれだろ。いいスイミング、スイミングじゃねえや。眠りスタイルだろ。 バカ野郎が。今のはミスったな。ちょっと今勢いで大丈夫。俺マイク殴ってしまったんだけど、殴ってしまったとか、ちょっと若干触れてしまったんだが、音がな、凄まじい音が鳴ってしまったので、ちょっと今ので勢いを殺されたな。あれ今飛んでる、あ、あれか、ボスは飛んでる時じゃないとダメなのか。今弾撃ってきたの、普通にね、今の赤いやつかな。撃ってきた気がするから、もしかすると、 なんていうのかな、まあ、ああやって止まってる状態で倒しても、もしかしたら弾は止まらないのかもしれない。あいつが飛んでる状態で倒して、そうすることによって改めての他の敵の弾が攻撃が止まることになるんじゃないかなっていう。それはあるな。そういう可能性はある。ほい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 。ダブルチ。ダブルチ。からの、からの、もう一丁。 ふざけやがって。よーし。いいぞ。あ、これひねくれてんな。もうひねくれ始めたな。じゃあ気をつけよう。だからそれを超えて、超えるぜ、運命。いだけ出た、アミネーション。ふざけんな、この野郎。<笑>ひねくれてんの知ってんだよ、お前らが。お前らが全員ひねくれてんの知っている。よし。 バカ野郎どもが。
さあ、俺に勝てると思ってんのか。さあ、俺に勝てると思ってんのか、お前たちは。絶対許さねえからな。散々人をめちゃくちゃに倒しまくりやがって。俺はそんなお前たちを絶対に許さん。高ぶってるのちょうどいいな。ギャラクシアンは。意外とちょうどいいかもしれない。なんかめちゃくちゃあれじゃないの、早くね、早いし、なんか勢いあるしみたいな。危なかったな。おい、どうよ、まだ知るのよ。あとはもう知らないこと、とりあえず知らないことだからね、一番大事なの。生き残れ、生き残りたまえ。俺は生き残んなきゃいけない。お、あと何がどうなっても OK。 生き残れば何がどういうようなことになっても OK。 くそ、OK、 ナイスナイスからのナイス。どうだどうだこれ、調子乗ってる、調子乗ってっか。じゃあちょっとほらほら、貴様ら散々好き勝手やりやがってよ。そうやってやってくんじゃ俺は。ふっ、おすげえ、今のすごい神回じゃねえか今の。やばいだろ今のは。お、よし、危なかったね。ドゥンドゥンドゥン、減らせ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 、減らすんだ、敵を減らしてまくっていけ。よーし、ほわ、まあいいだろ、これは名誉の負傷だ。これは29000、これだろ、まあいいあれだ。ただまあ10万目指すとしたら、もうここで死んだら俺はもう死ぬ確率だもん。まあ多分途中からあると思うよ、そういう覚醒状態みたいな。もうガンガン行けば行けるときは行けるから。そうやってみろ、やってみろ、この俺を倒せるならな。このヘナチゴ軍団が、ドゥッシュ、やめろ、俺を壁際に落ちめやがって。そんな卑怯なこと許されると思ってんのかお前たちは。よし、狙っていく、そして狙わないでいく、そして迎え撃っていく。下がってこいや。動かないことによってな、あえてまあそれによってかわすことも可能である、可能である、全ては可能である。この世で考えてることは、思いは具現化する。貴様ら、わかったな、こっからだぞ、まだまだいけるぞ、思いは具現化する。俺はお前たちをぶちのめしていく、俺はイメージをしている、俺が勝つイメージをしているぞ。まだいける。まだいける。こっからだ。さあ、こっから俺は、どのように攻めていくかってのは、そういう課題があるな。まあ、勢いはあるな。死にまくってるけど勢いはある。早くいいや。まあ、初回で、まあ、4万か。いや、もうどうでもいい。4万のどうでもいい。そんなのいいんだ、ぶちのめしていけばいいんだ。俺はキラキラ生きていくぜ、キラキラの輝きで生きていこう。ホテルババンバ、ホテルババンバ、全員連れてくからな、覚悟しておけ。お前たちは許さん。
超えていく。それでも超えていく。どこまで行くというのか俺は。どこまでも行ってやるよ。この人生という名の冒険。どこまでも行ってやろう。よーし。食いってくるからな。うぇー